ラクルマホリン、クルミンパー。よし、これで大体元通りに回復しましたやろか。やん、マホさんやのって、マホ姫って呼んでおくれやす。いけずやわ、ほんまに。それにお礼なんてええんよ。怪我してる放置してる方が気悪いわ。おお、すーって痛みが消えました。っていうか服まで元通りに。ああ、新品同然になってますね。うち生き物より服の修繕の方が得意なんどす。ついでやさかいちゃっちゃと直したんよ。余計なお世話やったら堪忍しとおくれやす。いえいえ、助かります。服がボロボロだとお嬢様が心配すると思いますし、何から何までありがとうございます。いやお礼を言わはることはあらへんよ。どうも誠はんがご迷惑かけてしもたみたいやし、エロ怖かったんちゃう。かいそにな。こんなんでお詫びになればええんやけど。かいそう、かいそう。あ、頭を撫でないでいただけると。どうも皆さん、カオンには悪気はなかったようですし、被害も最小限でした。あまり気に病まないでくださいまし。せやけどお仕事の邪魔してもうたから、その辺も可能な限り埋め合わせさせとおくれやす。今な、大急ぎで馬車の手配をしとるんどす。どうも馬車は爆発して吹っ飛んでしもたみたいなんよ。一応御車の人も無事やったようやけど、怪我してはったからちゃんとした治療所に運んどいたわ。そうですか。あれだけの乱戦で死人が出なかったのは不幸中の幸いでしたよね。あのムイミちゃんだかノエムちゃんだかって子は結局ラビリンスって人たちに誘拐されてしまいましたけど、そっちももちろん追手を放っとるんよ。うちらカオンが血眼で追跡してるさかい。せやけどどうもラビリンスとかいう連中、逃げ隠れすんのが上手みたいやわ。犬のビーストの嗅覚すらごまかしてまんまと逃げおうせとる。なんやわけわからん感じやけども、うちらのせいで面倒なことに巻き込んでしもたんどす。できる限り力添えするわ。なんでも気軽に言うとおくれやす。お心遣い痛み入ります。個人的にはスズメ様のお仕事を中断させてしまったのは心苦しいですけど、馬車の護衛も任務に含まれていたのに役目を果たせませんでしたね。不甲斐ないです。あ、大丈夫ですよ。あまりお気になさらず。不幸な事故って感じでしたし、誰のせいでもありませんよね。どうもカオンの方々が馬車も手配してくれるみたいですから、また気を取り直してお屋敷に向けて出発しましょう。言うてももう遅い時間やさかい、今から出発すると夜中に移動することになりますえ。日が沈んだら魔物も凶暴化してエロ危ないどすから、今晩はうちらのギルドハウスに泊まっておくれやす。もちろん宿泊費とかはいりまへん。むしろ
うちらは賠償金とか支払わんとあかん立場どっさけ。運ぼうとしてた荷物の代金だけでもカオンから支払わせとおくれやす。いえいえ、荷物を詰めるための空き箱を運んでいただけですから、あまりお気になさらず。それよりも私たちが全然到着しないからお嬢様が心配してそうですね。連絡だけさせてもらえますか？通信魔法あんまり得意じゃないんですけど。座標計算とかエロー小難しいもんな。うちも魔法の使い方が大味やから苦手どす。うちらと同じカオンの霞班ならそういう細かい魔法が得意なんやけど、今ちょいと出払ってますんよ。なんやったかな、シャドウがどうとかいう事件の調査をしてるみたいどせ。マコト班も今回の騒動の主犯、オクト班って人を問い詰めたりして忙しそうやさかい、もろもろ済むまでうちが王子班たちのお相手すんで。王子班？その人うちの王子班どす。主様のことでしょうか？カオンのギルドマスター真帆様でしたか？あなたも主様とお知り合いなのでございますか？はいはい、その人は運命的に巡り合うたうちの王子ハンドせ。ふむ、本当に短い間にやたらと女の子とお知り合いになられたのですね、主様は。謝る必要はございませんが、実際大変結構なことでございます。英雄、色を好むと言いますしね。はいたーい、ただいま。パトロールのついでに頼まれた馬車の手配とかをしてきたさ。ああ、カオリハン、おかえりやす。お疲れさんやね。座って休んでおくれやす。疲れてないから大丈夫さ。私は今日も元気いっぱいよ。おお、君がいる。こんなところで何してるば？遊びに来たなら大歓迎よ。一緒に歌って踊るさ。元気だけが鳥居さ。君はいつもおとなしいけど、たまにはテンション上げてはしゃぐべきさ。おや、この香りという方も主様のお知り合いなのですね。偶然たまたまと片付けるには不自然な気もいたします。ふむ、アメス様の託宣の通り、どうやら主様は数奇な因果の中心にいらっしゃるようですね。ん？そっちの子、なんだか難しい顔をしてるさ。笑顔の方が可愛いよ。笑う角には福来たる。もしかしてお腹空いてるの？私も誠の代わりにパトロールして町内をぐるっと一周してきたから、たくさん走ったせいですごく腹ペコさ。あ、ギルドハウスの厨房を借りてお菓子でも作る？おいしいサーターアンダギーとか。サーター、なんでございましょう。私は小食な方なので大丈夫でございますけど、考えてみればお昼から何も食べておりませんね。食事を振る舞っていただけるのでしたら、
大変助かります。あ、私よかったらお料理お手伝いますよ。ふーん、お客さんは休んでてほしいさ。待っててね、たらふくごちそうするさ。材料があればもっとちゃんとした料理も作れるけど。ああ、せやったら帰りがけに買うてきてくれるように誠はんに頼んでみようか。誠はんなら慣れた相手やさかい、通信魔法もすぐつながるんや。多分近い距離にいてるはずやしな。奥藤はんとはカンカンガクガクやりようとる最中やろし、時間があるときにメッセージを開封してもらうだけの簡易の通信魔法にしようか。ミラクルマホリン、クルリンパー。ん？なんやろ、手応えがあらへん。魔法に失敗したんどす？どうも通信が妨害された感じやわ。魔法が魔法をしくじるのは珍しいさ。どうかしたんですか？いや、うちの気のせいやったらええんやけど。香織はん、帰ってくる途中になんや不審な点とかあらへんかった？不審な点？そういえばギルドハウスの周りがいつもより静かだったさ。ちょっと空気が重かったっていうか、カンは動物に好かれてるから、いつもなら鳩とか猫とかの鳴き声でうるさいぐらいなんだけど、今日はみんな息を殺してるみたいだったさ。それがどうかしたの？あれなら私もっぺん外をちゃんと見回ってくる。ううん、その必要はあらへん。なんで早う気ぃつかんかったんやろ。あかんな、うちって抜けとるんやろか。おぞましい気配が近づいてきとるわ。香織はん、臨戦態勢になっといておくれやす。みんなはうちらの後ろに下がっててや。どうも招かれざる客がお越しのようやわ。クレアス、どうも非常事態みたいどっせ。戦闘になるかもしれへんから、お客はんたちには避難してもろた方がええかも。あかん、索敵魔法をしてみたんやけど、どうもギルドハウス取り囲まれてるみたいどっせ。うかつに動くと多分狙い撃ちやわ。どういうことですか？まあ敵襲ってことどっせ。うちらカオンはのほほんと平和的な活動をしてんねやけど、一体どこの誰さんやろ。襲撃される覚えはあらへんけど。足音がするさ。堂々と真正面から来た。よし、私が迎撃するさ。ちょっと待て、私だ、攻撃すんなよ。おお、まこと紛ら
私の空手の餌食さ。あよかった、敵さんを迎え撃つ準備は万端ってところか。いつもみたいにのんきにしてたら一網打尽にされちまうぜ。敵ってのはどこの誰さんどす？うちら状況がわからへんのやけど、1から10まで説明してる余裕はなさそうだけどな。とにかく今回の一件は全面的に私のせいだ。ごめんな、私が軽率に動いたせいだよ。申し開きをする余地もね。ようわからんけど謝らんといて、誠はん。うちらカウンは一蓮托生、一人だけに責任をなすりつけたりせえへんよ。誠はんの責任ならみんなの責任どす。せやからみんなで対処しまひょ。できる限りでええから事情を教えておくれやす。ああ、どうも奥藤先輩の様子がおかしいからよ、ぎったんぎったんにして問い詰めたんだよ。そしたら今回の一連の騒ぎの裏が見えてきた。どうも奥藤先輩はもちろん、あの無意味だかノエムだかっていう女の子の捕獲が目的だったんだけど、他にものっぴきならない事情を抱えてたみたいだな。女の子一人捕獲するにしちゃ大掛かりだと思ったんだよ。地雷の魔法陣とか仕掛けてさ、大人数で襲撃してさ、その時点で変だなって気づくべきだったんだけど、私みたいなこれまでほとんどつながりのなかった後輩に頼ってまで戦力を招集したのも全部誰かが裏から糸を引いてたせいみたいだ。奥藤先輩も体よく利用されたってことだな。どうもあのアホンダラ、その黒幕には頭が上がらねえみたいだ。何か弱みでも握られてんじゃねえのかな。あの馬車の襲撃はありえないぐらい軽率で無茶だったもんな。ともかく、ものすごくヤバい状況だ。私らはめられたんだよ。はめられたって誰にやの？その黒幕運は一体。呼ばれて飛び出てグッドナイト。夜分遅くに失礼する。歓迎してくれ、お客様だよ。壁をぶち抜いて登場しやがった。無駄に派手だな。こいつは確かナイトメアの。ああ、礼儀として名乗っておこうか。騎士なんてのは肩書きだけで別にお上品な作法なんか学んじゃいないんだけど、メイドの土産だ。私の名前を脳みそに刻んでおけ。我が名はクリスティーナ・モーガン、栄えあるナイトメアの強く美しい副団長様だよ。今宵は町をうろつく目障りな獣どもを駆逐するために参上してやったよ。さあ誰からほふってほしい？死に方と死ぬ順番ぐらいは選ばせてやるよ。てめえ何なんだヤブカラ棒に。あたしらのギルドハウスを襲撃するとはいい度胸じゃねえか。戦争するつもりか。喧嘩なら勝ってやんよ。かかってこいや。辛抱しておくれやす、まことはん。戦ったらあかんえ。相手はんの思うつぼどすえ。ほんまに戦争になってまうよ。止めんな姫さん、話し合いの余地なんかねえよ。あいつら揃いも揃って中武装じゃねえか。やる気満々ってことだ。やらなきゃやられんぞ。元気がいいな犬っころ。お前から死にたいのか。ああ調子こいてんじゃねえぞこら。私を殺せるもんなら殺してみろよ。挑発に乗らんといておくれやす。まことはん、なんでそう血の毛が多いの？
クリスティーナはん？カオンのギルドマスターとしてご用件をお伺いします。一体どういう了見どす？土足でよその家に上がり込んでちょっと礼儀知らずとちゃいますか？いくらナイトメアが王家直属のギルドやからって何でもかんでも許されると思ったら飽きまへんや。ああいい度胸。私に怯えず規制を吐いたことは賞賛に値するが、口の聞き方がなってないな。天に向かって唾を吐く旅外者が。貴様も言った通り、我らには国王陛下の後ろ盾が、錦の御旗がある。正義は我らナイトメアにあるわけだ。無駄だ姫さん、もう交渉ができる段階じゃねえ。はめられたっつったろ。そこのメイドさん、そいつが私らの襲撃した馬車にいたのが問題だったんだ。私ですか？ごめんなさい、私のせいなんですか？いや、あんたのせいじゃねえよ。だがあんたの所属してるギルドがまずい。あんたはプリンセスナイトの参加ギルドに所属してるんだろ？はい、私の所属するサレンディア救護員はプリンセスナイトの参加ギルドです。あくまで書類上で実質的なつながりはほとんどないんですけど。実際のつながりがあるかどうかはさほど問題じゃねえんだよ。まずいのはあの馬車の襲撃が主にあたしらカオンの手で行われたってことだ。カオンはビーストたちの互助組織、動物園の参加ギルドだ。それはご存知だよな。そして動物園とプリンセスナイトは歴史的にも実際的にも死ぬほど仲が悪い。これまでもあちこちで何度も小競り合いがあったしな。ぶっちゃけ一触即発だった。今回の一件はそこにくすぶってた種火を爆発させる結果になっちまったんだよ。あの馬車の襲撃は客観的には動物園がプリンセスナイトの構成員を襲撃して殺そうとしたってことになる。要するにだ、先に戦争を吹っかけたのはあたしらの方ってことになっちまうんだよ。でも私が馬車に乗っていたのはたまたまで、皆さんも別に私を狙ったわけじゃないですよね？そうだけど、そういう図式を作られてるってことだよ。連中、戦争のきっかけをでっち上げたんだ。あの馬車の襲撃はそういう陰謀の一環だったんだよ。ナイトメアは身内が襲撃された報復っていう名目で私らのギルドハウスに攻めてきてるわけだ。実際世間的には正義はあっちにある。その通り、お利口さんだな。抱きしめていい子いい子してあげたいよ。まあ実際きっかけは何でもよかったんだがな、たまたま奥頭の坊やがいい立ち位置にいたので便利に利用させてもらった。私は単純に生ぬるい平和には飽き飽きしているんだ。戦争を追っ始めたかったから軽く仕組ませてもらったよ。こんなに簡単に思い通りになるなんて、いささか拍子抜けといったところだがな。きっとこの世界を管理する神様も退屈な日常なんかよりも血と臓物が見たいのさ。これはもう運命ってやつだ。諦めて状況を受け入れろ。共に楽しく死闘を繰り広げようじゃないか。別に嫌なら構わんぞ。一方的に虐殺するだけだ。相手が乗り気じゃなくてもダンスは踊れるからな。さあナイトメアの同胞たちよ、長き太平で海疲れた鬱憤を晴らそう。ビーストどもの血で並々と祝杯を満たそう。楽しい楽しい宴席の始まりだ。
主様、こちらへ退避してください。戦闘が始まってしまった今、私たちはあまり役に立てそうにありません。ああ、どうしてこんなことに。何を根拠に。うん、主様は時々太平楽に構えすぎです。まあそういうところが頼もしくもあるのですが、正直なところ楽観していい状況には思えません。元気がなくなってきたな。疲れてしまったのか。もっと楽しませてくれ。生と死の狭間で切り結ぶ高揚感を、生きている実感を与えてくれ。あまり期待外れなようなら、せめて貴様らの血肉を浴びて渇きを満たすしかないぞ。さあ奥の手や必殺技があるなら早いうちに見せてくれ。調子に乗りやがってこんにゃろ。人の縄張りを面白半分に荒らし回りやがって。あんまりはしゃいでんじゃねえぞ。マコト、一人で突っ込んじゃダメさ。私が速度でかく乱するから、マコトは隙をついて本命の一撃を。あっとっとっと。おいおい、作戦をペラペラと口に出すのはあまり感心しないぞ。カオンは動物園の中では武闘派のギルドと聞いていたから期待していたのにな。ああがっかりだ。連携が取れていない、連度が低い、繊維が足りない。単なる町の喧嘩自慢というところか。それでは本物の騎士には軍人には勝てんぞ。私とマコトの二人がかりなのにだいぶ劣勢さ。でも変な感じさ。この人どうも私の動きを目で追えてないっぽいのに、拳や蹴りがまるで当たらない。紙一重で避けられてるさ。向こうの攻撃も不自然さ。室内だとあんな体験は取り回しが不便なはずなのに、デタラメで大ぶりな一撃がなぜか的確に私や誠を捉える。こっちの攻撃は絶対に当たらないのに、向こうの攻撃は絶対に当たる。そういう風に物理法則で決められてるみたいさ。理屈に合わないさ。何かトリックがあるよ。とはいえ今それを確かめてる余裕はないさ。こっちは奇襲されて体制が整ってない。一旦ギルドハウスを放棄して退避すべきさ。私たちで死ぬ気で真帆たちの退路を確保するさ。ああ尻尾を巻いて逃げろっていうのかよ。やりたい放題やられてさ、舐められたままじゃ我慢できねえ。せめて一発ぶん殴る。一対一の喧嘩ならそれでいいけど、ギルド同士の抗争では陰謀にはめられた時点でこっちの負けさ。あとは被害を最小限に抑えつつ撤退した方がいいさ。ほう、見た目の印象とは裏腹になかなか知恵が回るようだな貴様。だが残念、逃がさんぞ。待望のせっかく手に入れたおもちゃなのだからな。そしてこの距離と体勢から当てられるさ。やっぱり敵の攻撃は必ず当たるさ。不自然さ。私は身軽さを生かして
普段は回避しながら敵を殴るって戦い方をするから、いちいち防御するのはちょっと不慣れさ。こっちは徒手空拳、向こうは体験。どうにか打ち払ったり防いだりしてるけど、このままじゃ削り殺されちゃう。耐えるのにも限界がある。しのぎきれないさ。悔しい。おじいとおばあに伝授された空手は最強なのに。でも敵の奇妙な攻撃と防御のからくりを解き明かさんと散りひんさ。カオリ、どいてろ。いくらなんでもそいつも攻撃と防御を同時にはできねえだろ。こっちからガンガン攻めまくってそいつの攻め手を止める。おりゃ、姫さんは私と香織に強化と回復の魔法をかけてくれ。ついでに余裕があったらギルドハウスを囲んでる連中を吹っ飛ばして退路を確保しろ。あ、うん、了解だっせ。やっぱり荒事では誠藩が頼りになるわ。うちは明かしまへんな。どうも喧嘩になるとからっきしどすなんて泣き言は後にせんと。王子はんたち、うちの後ろに退避しておくれやす。王子はんの力でうちを強化しとおくれよす。これからごっつい魔法を同時展開しますえ。その間は無防備になるさけうちのことを守ったってな。どいつもこいつも何も考えていないように見えて戦闘における嗅覚だけは一流だな。面白い。これがビーストか。獣の本能と強度、人間の知性と柔軟さを併せ持っている。嬉しいな。いつだって未知なる強敵と戦うのは心躍る。ウキウキするよ。戦闘とはこうでなくてはな。楽しませてくれ。もっともっと。簡単に終わってはつまらんと思って優しく撫でてやっていたのだがな。どうやら遠慮は無用のようだ。こっちも少し気合を入れてやろう。あっ、くそ、人間の腕力じゃねえぞ。こいつの一撃を受け止めただけで軽く足が宙に浮いた。こっちも楽しくなってきちまったよ。カオリ、こいつの体験は私が防ぐ。お前は持ち味を生かして動き回りながら攻めまくれ。ガッテンさ、助け合いの精神ね。それがカオンさ。侵略行為は許さない。お尻ペンペンして追い払ってやるさ。